皆さんおはようございます。おはようございます。新聞調査隊、本日は宮城オルゲ下島コースに、いつものメンバーに加えて2人新たに、地元の方々にも参加してもらう、販売店の方に参加してもらっております。それではですね、今日も天気もいいということで、早速挑戦してみたいなと思うんですけども、今日は素晴らしい案内してくれるガイドの方にお呼びしております。関口さん、ぜひ前にお願いします。関口さんはこのオルレに携わっているという方で、遊歩道の整備とかですね、いろいろとこの地区のオルレのために、尽力されている方であります。今日はですね、案内役もしてくれるということなんですけども、関口さん、まずどこら辺最初行きますかね。最初、ここから大高森一回登ってもらいまして、はい、全体を見てもらおうかなと。で、この森の中をちょっと歩いてもらって、はい、森の景色を見ていただこうと。森の景色、海とも違って、今日はまず森の景色から行こうかな。はい、わかりました。じゃあまず森の景色の方に行ってみましょう、皆さん。それでは今日も元気に頑張りましょう。オー！じゃあ、はい、ここから大高森ということで早速登りたいと思います。行きまーす。はい、じゃあ行きましょう。足元の景色見てほしいっていうここら辺なの。さっきの古代文明じゃないですけど、もう本当はこうやって穴開いてるのが、これみんな砂が溜まってこう壁になってるんですね。はい、で、こういうのとか、そう、これも根っこなんですけど、こういうのに苔がついて、でも他の植物が、箱庭みたいな感じなんですよね。いろんなところに。でもこれもある意味一つの森になってるみたいな。この辺はやっぱり、ちょっと地面を、観察してほしい。観察してほしい。早くももう無理。堀米さん大丈夫ですか？もう無理です。早すぎます。皆さん早いです。結構急だね。すごい。こっから仙台が見えるんですね。僕あんまり土地勘ないんであれなんですけど、本当福島の方とかも。あれ福島ですね。めっちゃ遠いですもんね。すげえ。今日来るときにね、あれだけ高速飛ばしてきたら、こんなに見えるとは。だ去年だったかな、サザエさんのオープニングで、宮城県やってたんですよね。で、あの時にサザエさんが、オープニングの一番最後がここを紹介されてて、で、その時にサザエさんがここから熱気球乗って夕日に向かって飛んでいくっていう。なるほど。倒木なんですよね。うん、で、しかもこれ見てもらうと分かるんですけど、やっぱここ多分塞いでたんですよ。多分これがそうだと思うんですけど、人間が切った木、通すためにこう切ってるんでしょうけど、でもその人も奇跡的ですよね。よくここで止めてくれましたよね。ね、これ片付けないで、よくここで止めてくれたなと思って。確かにね。おそらく、通れりゃいいやって感じだったんだと思うんですよ、きっと。だから多分残したんだと思うんですけど、でもその奇跡がないとこれがないんですよ。地面をこう眺めながら、足元の安全も確認の意味合いもあるんですけど、やっぱそうやってこう上ばっかこうね見てないで、こういうところも見てもらうと、こういう自然の美術品が出てくるので、だから足元もよく見てねっていう。これね、ここね、僕ここ整備したの僕一人でやってたんですけど、ここ一応こっちから来るときに一番きついんですよ。で、ここで一回休んでもらおうと思って、ここ広場作ったんですね。で、これね、こうやって真横に入ってたんですよ、木が。で、一番向こうからこう刻んで切ってきてて、で、ここに来たときに、この角度を見たときに、
おっと思って、なんとなくこうやって座ってみたんですよ。そしたらなんか、お座りがいいとか。で、あ、残そうと思って、なんかこの感じもいいし。本当にいい。で、残そうと思って、ちょうどいい椅子になると思って。で、残してるわ。残したんですよ。本当はここから切る予定だったんですよ。ただ端っこからこうちょん切ってこう刻んでいくうちにここに来た時に あいいと思って、それでこれ残したんです。一応これがタブノキで、まあ、一応この島では一番古いんじゃないかって言われてる木です。正式には分からないですけども、一応600年700年経つんじゃないかっていう言われてる、この島をもうずっと見続けて、あの見守ってきてる木ですね。でそれだけすごい木なんで、やっぱ、いろんなパワーを持ってる、うん、なのでこうやってね、こうやってやってもらったりとか、こうやってやってもらったりとかして、こう感じてもらってるんですよ。ぜひ、堀ちゃんパワーをもらってください。ちょいいね。パワーがもらえる木ということで、早速抱きつかせていただきます。お願い事言って。足腰が強くなりますように。体幹がつきますように。どうパワーもらえそう。もらえそうです。もらえそう。この後オルゲしっかり上げてそうです。足元がフラフラしてるから。上げてると滑らないですね。はい、はい、ということで奥松島コースのオルゲ回ってきましたけど、すごいなんか奥松島って海のイメージがあったんですけど、山が多くてすごいなんか自然に囲まれて楽しかったですね。ありがとうございます。関口さんもすごい素晴らしいガイド、ありがとうございました。ね、すごくいい場所なんで、山の中入ってても海が全く見えない場所でも波の音が聞こえてくる、ね、なんか不思議な場所でもあるんでね、いろんな意味でね、飽きないと思います、うん、なので一度ね騙されたと思って遊びに来てもらえるとありがたいです。はい、じゃあこの動画見てもし気になった方いらっしゃったら、ぜひ関口さんのガイドで奥松島のオルレ楽しんでみてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。